平野紫耀と神宮寺勇太のインスタグラムがファンに驚異的な破壊力を発揮。その人気の秘密とは？元キング&プリンスへのメンバーである平野紫耀と神宮寺勇太が、滝沢秀明氏が社長を務める新会社、トベに合流を発表し、ファンの間で大きな話題となっています。そして、二人がそれぞれ開設したインスタグラムアカウントが、たった1日で驚異的なフォロワー数を獲得しました。この記事では、平野紫耀と神宮寺勇太のインスタグラムがファンに与える破壊力の秘密と、彼らの成功の背景について詳しく探ってみましょう。平野紫耀と神宮寺勇太のインスタグラムアカウントは、彼らの人気と影響力を如実に示すものとなりました。開設からわずか23時間で、平野のアカウントは160万人以上のフォロワーを獲得し、神宮寺のアカウントも130万人以上のフォロワーを獲得しました。この驚異的な数字は、彼らが持つファンの熱狂的な支持を証明しています。平野紫耀は、彼の初投稿が95万件以上のいいねと 4.9 万件以上のコメントを獲得しました。また、彼は次の投稿でも70万件以上のいいねと 2.4 万件以上のコメントを集め大きな反響を呼びました。彼はリラックスした様子で、おはよう。昨日はみんなありがとう。楽しかったね。そんで今日は、アーシャを撮った日のオフショットを上げてくよん。10枚目いっぱい使ったわ。M 楽しかったけど3枚目は朝の激眠で、最後は体力尽きた平野をご覧くださいしょう。とコメントしました。この投稿には、ファンから多くの感動的なコメントが寄せられました。彼らは、幸せすぎて泣けちゃう、紫耀くんに。おはようって言ってもらえるこの感動、本当に幸せ、叫んじゃった、オフショ最高、直接感想が言える環境性すぎる、インスタに載せられる10枚まで載せてくれるとこもおはよう。って語りかけるようにコメントしてくれるとこも喜んでくれそうな写真も載せてくれるとこも全部好きです、といった感動と喜びの声が溢れていました。これらのインスタグラムの投稿は、平野紫耀と神宮寺勇太がファンとのコミュニケーションを重視していることを示しています。彼らはファンとの関係を深めるために、日常生活や舞台裏の写真を公開し、ファンとの直接的な対話を通じて感謝の気持ちを伝えています。このようなアプローチは、ファンにとって特別な存在とのつながりを感じさせ、彼らの人気をさらに高める要素となっているのです。平野紫耀と神宮寺勇太のインスタグラムの破壊力の背後には、彼らのグローバルなファンベースと SNS の力が存在しています。彼らは元キング&プリンスへのメンバーとしての知名度を活かし、アジアを中心に広範なファン層を抱えています。さらに、SNS の普及により、彼らの情報や活動が瞬時に拡散され、多くの人々にアクセスされるようになりました。このような状況下で、インスタグラムの開設は彼らにとって効果的なプロモーション手段となり、ファンとのつながりをより強固なものにすることができたのです。平野紫耀と神宮寺勇太のインスタグラムの成功は、彼らの魅力と才能に加えて、ファンとの密接な関係性と SNS の力の結果です。彼らはファンに対して直接的なコミュニケーションを図り、ファンの支持と愛情を受けています。また、彼らのグローバルなファンベースと SNS の普及により、彼らの存在と情報が広く知られ、拡散されることができました。平野紫耀と神宮寺勇太のインスタグラムはファンとの絆を深め、ファンの期待に応える情として活用されています。彼らの成功は、ひとえに有名人としての知名度だけでなく、ファンとのコミュニケーションを大切にする姿勢や、SNS の力を最大限に活用する戦略にも裏打ちされています。これからも彼らの活動とインスタグラムの成長に注目が集まることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。
ありがとうございました。